の遠藤もこっち聞こえないみたいなスタンダードをお楽しみください。マジから楽しみ。本当お疲れ様でした。本当なんか久しぶりの総理で、本当最後の方はもう願うような、もう本当にね、本当にハードな試合でしたけど、最後本当にみんなも空手して あと1点決めることはできなかったですけど、ただ守ってなんとか1-0で勝つことができたんで、でこの勝利をまた次につなげて、またホーム試合あるんで、前半戦次がそろそろ、ということで折り返しになりますけど、一歩ずつまた前進してやっていきましょう。ありがとうございました。とりあえず皆さん、遠くのトップまでお疲れ様でした。